はい、おはようございます。本日10月14日、今んとこ午前10時20分ぐらいです。ただいま新大阪に到着して、別枠の駐車場というのがありまして、そちらまで車を取りに行っております。今回はですね、24時間申請を出しておりまして、24時間でどんな感じで、業務が進んでいくのかといったところを動画にしたいと思っております。まずは、今の指示は新大阪から、新大阪で車をピックアップして、名古屋駅前まで車を運べという指示だけ来ております。今10時20分ぐらいなので、11時ぐらいには遅くとも出れると思います。であるならば、まあ、3時4時には下道使っても名古屋まで到着できるんではないかなと思っております。まあそこの状況も含めて、動画で映していきたいと思っております。それでは。I want your name.
circulating in your heart. Somehow you make me feel whole. I wouldn't have to be alone. No, I would never be alone. No, I would never be alone.分ぐらいですね、今日もおなじみのこの快活クラブというところで、泊まりたいと思います。ここは、京都南インターの近くの快活クラブです。それでは行ってきます。朝です。あと今乗ってる車の写真ですね。あと1本行ったら、本日終了となります。とりあえずですね、今日
京都の市内の方に向かって走って、行きたいと思います。それでは行ってまいります。はい、今納車してきたのであと1台ですね。今京都の南口の辺を歩いております。あまり知らない道を歩くってなんか新鮮でいいですね。朝で爽やかで暑くもなく寒くもなく秋のいい、時間帯、季節の時間帯かと思っております。それでは最後の車ピックアップしに行ってまいります。ただいま9時15分ですね。今回新大阪から始まって新大阪で終わるというような形になっております。工程的には新大阪から名古屋に行って、名古屋から電車で岐阜に行きまして、岐阜から、セントレアに行ってですね、セントレアから京都に行って、京都から新大阪っていうような、まあ、そういった流れですね今回で。12時過ぎぐらいにネカフェに入り、7時ぐらいですかね、6時半ぐらいでしたっけ、6時間以上ネカフェにいたというのがだいたいいつもよりちょっと長いかなと思ってます。いつも短かったら、まあ、だいたい夜1時間仮眠3時間仮眠ってなれば、車の中でだいたい寝てます。まあ、5時間ぐらい寝れるかなと思うとですね、寝カフェとかに行くんですが、今回6時間っていうのは割と長めの休憩が取れたかなと思ってます。あと皆さん気になってると思いますけど、ギャラってどれぐらいなんだろうっていうのがあると思うんですが、だいたいですね、大阪から名古屋4時間ぐらいかけてですね、だいたい漱石さん3人ぐらいかなっていう、そんなイメージです。はい、今回24時間稼働でだいたい休憩入れたら7時間8時間ぐらいですかね。実質まあ働いていたのが16時間ぐらいなイメージですかね。で、だいたい諭吉さんが1人ぐらいなイメージですかね。だいたいそんな感じで、24時間稼働して、だいたい諭吉さん1人みたいな、そんなイメージぐらいが、それのまあ前後しますけど、そんな感じかなと思っております。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。